にちは、羽生です。こんにちは、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。こんにちは、羽生フィギュエモンです。2021年世界選手権後のライブ配信では皆様ね、コメントやお越しいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。予想よりはるかに多くの人が来ていただいて、コメントをね、本当にたくさんいただいて、私は楽しみながらライブ配信をすることができました。フリーが終わった後は、いつもの羽生選手らしからぬ出来で、ちょっとね、驚いたところがあったと思います。皆さん、ちょっと気持ちが沈んでいるところがありましたが、羽生選手のエキシビジョン、翌日のインタビュー、帰国の様子などを見て、明るい笑顔の羽生選手を見て、また癒される毎日が復活しました。お。フリーから一夜明けてのインタビューの中で、喘息の影響は自分では感じていなかったことが、結果的にはほころびにつながり、そして、ピョンチャンオリンピックの時よりも、2017年ヘルシンキの世界選手権の時よりも、自分は上手くなってること、全日本王者としてのオリンピックの枠取りと、自分がコロナに感染しないことが一番重要で、勝敗にはそこまでこだわっていなかった、ということを話してくれました。そしてね、皆さんがとても心配していた体調は問題ないっていうふうに羽生選手は答えていたので、よかったですよね。いや、大変だね。さて、このチャンネルには日本だけでなく世界各国の方が羽生選手についてのコメントをしていただいています。以前、海外の反応、羽生結弦2020年全日本選手権で感動の嵐、日本と海外フィギュアスケートファンと羽生結弦の熱いコメントという動画で一度皆さんのコメントを紹介させていただいてるんですが、今回は再度皆様への感謝の気持ちとして、このチャンネルの視聴者様のコメントを集めた動画を作ろうと考えました。何をしますか？そこで今日は世界選手権前から世界選手権後のコメントを中心にご紹介していきますね。海外の方からのコメントは、翻訳してからなるべくコメントしてくださった方の気持ちが伝わるような日本語に意訳しています。ぜひ世界中の羽生結弦ファンの気持ちをお聞きくださいね。ご覧ください。まず最初にご紹介するのが、スペイン語でコメントをしてくださったロージー・リベラさんのコメントです。羽生結弦は愛と祈り、そして強靭な心の王子様、天国の神様はあなたの人生、あなたの強み、あなたの夢、そして何よりもあなたの心を一番大切にしています。羽生結弦は最高のアスリートであり、最高の人間です。最高なのに、それでも完成することなく、バージョンアップした羽生結弦であり続けます。史上最高のフィギュアスケート選手、ゆずるのファンの大きな愛は常に彼を包み込んでいます。ロージー・リベラさん、コメントありがとうございました。海外の方ですが、羽生選手のことを本当によく理解されていて驚きです。すごい。神様に守られた存在っていうのはなんとなく私たちも感じますよね。4月6日に世界国別対抗戦に出場するにあたり、誰かの光になれるようにと羽生選手がコメントされていましたが、羽生選手がスケートを通じて世界中に愛と光を振りまいているので、その愛が彼へと返ってきている、そんな気がします。そして次にご紹介するのが、天と地との音の動画にいただいた稲葉よしこさんからのコメントです。音についての考察、一つ一つ納得です。全日本が終わってから、ナンバーを中心にいろいろなことを知り、印象的な琵琶の使い方がやっぱりゆずくんと矢野先生の努力だったと知り、何度も演技を見直して、その度になるほど、なるほど、と胸高鳴っていました。毎日です。私も子供の頃からずっと合唱に携わっているので、音楽は身近にあり、豊かな音楽に包まれた時が最高のひとときなのです。フィギュエモンさんの動画見せていただいたので、また天と地とに向き合ってみます。稲葉よしこさん、いつもコメントありがとうございます。羽生選手の使う音楽は、
すべて羽生結弦仕様になっていて、演技の核になるような素晴らしい音楽です。今回の世界選手権では、音と演技と堪能とまではいきませんでしたが、来シーズンもこのプログラムを継続して 4A を入れると羽生選手は世界選手権後にお話しされていたので、今まで見たことないようなものすごい天と地とが最終的には私たち見れそうで楽しみですよね。そして羽生選手の演技は終わってから何度でも見て新しい発見がある、そんなスルメのようなプログラムです。また国別対抗戦での演技楽しみですよね。ね。次は同じく天と地との音の動画でいただいたコメントのご紹介です。スマイルミオさん、フィギエモンさん恐れ入りました。深い考察素晴らしいです。大変だったでしょう。しかし今更ながら羽生さんという人はどれだけの才能を持ち合わせていらっしゃるのでしょうね。本当に神のような方ですね。天は何物羽生さんにお与えになったのでしょうか。これほどこだわって作っているから他の選手には感じられない世界観が生まれるのですね。この動画を見たら今度は音を細かいところまで意識して天と地とを見てみたくなりました。本当にありがとうございました。3連続プー脱ぎかっこいい。スマイルミオさん、ありがとうございました。ありがとうございます。羽生選手の才能がこの動画でさらに露呈されてしまいましたね。ザ・羽生結弦という世界を次にはきっと見せてくれるでしょう。本当に楽しみです。なんで勝てちゃったんだろう。きっとこんな言葉を言ってくれる日が近々来るって思います。では次のコメントはローレン・コーさんからの英語でコメントしていただいたものです。結弦は他人を気にせず自分のパフォーマンスに集中している限り、ショートプログラムとフリープログラムの両方で素晴らしい演技ができるでしょう。そして世界選手権で金メダルを獲得するでしょう。ありがとうございました。今回の羽生選手は喘息というパフォーマンスに集中できない事態が起こりました。でも他人を気にしないで演技をするということはできていたと思います。きっと次の演技は素晴らしいものを見せてくれるでしょうね。頑張る。では次のご紹介がプーイテザさんからのコメントです。すごい。今日宇宙にいる野口宇宙飛行士が宇宙から YouTube 動画を配信していて、重力がないからと4回転とかやっていて、その時羽生さんの名前が出ました。とうとう宇宙で羽生さんの名前が響き渡りました。宇宙人が羽生さんの居所が分かったら連れ戻しに来るか心配になりました。プーイテザさん、いつも楽しいコメントをありがとうございます。羽生選手はその星でただ一人の住人なので連れ戻しはできないと思うので大丈夫だと思いますよ。星に帰ったら羽生選手ただ一人です。だから泣かなくても大丈夫です。本当に大丈夫？羽生選手も心配しなくて大丈夫ですからね。 OK と落ち着いたところで次のコメントのご紹介です。ハニムアマナさん、英語でコメントしていただきました。ユズは他の選手とは全く違うんです。ユズは大きな情熱を持って氷の中を滑ります。ユズはすでにフィギュアスケートのキャリアのすべてを手に入れたんです。だから彼は自分の目標を設定する必要があるんですよね。勝つことはもはや重要ではありません。彼は次の大会でクワッドアクセルを美しく着氷させたいだけなんです。コメントありがとうございます。ハニム・アマナさんは世界選手権後のインタビューの内容などご存知なんですね。このコメントに尽きるって私は思いますよ。自分の楽しみは勝つことじゃない、そんな境地に至るまでフィギュアスケート競技を続けてくれてありがとうっていう風に言いたいですね。次はタイのタナチョン・タインチープさんからのコメントです。こんにちは。結果がどうであれ私はいつも息子を誇りに思ってます。体調が良くなかったとしても息子がアスリートとしての職務を遂行するためにこれほど高い努力と決意を持っているとは思いませんでした。
多くの人がこのユヅルの持つブロンズメダルを羨んでいるでしょう。ブロンズメダルにとって世界で完璧な人と一緒にいることは幸運だからです。わお、ブロンズメダルに羨む。確かにそうですね。私たちがこんな気持ちで世界選手権を見てたことは羽生選手に伝わってると思いますよ。はい、次のコメントは世界選手権後のライブ配信動画にいただいたコメントです。いわし丸星さん、羽生くん、昨日の晩は焼け酒でした。悔しい。ありがとうございます。その気持ち本当にわかります。なのでこの言葉で癒されてください。今日も一日お疲れ様。羽生選手もね、疲れ取ってほしいですよね。次は陽子の川歩きさんからのコメントです。いつも楽しく見ています。長年のフィギュアファンですが、まさかね、こんなに世界に愛されるスーパースターが日本から現れるとはね。世界選手権のフリーは残念でしたが、多分大きくジャンプアップするための過程のような気がします。彼はすでに前を向いています。陽子の川歩きさん、コメントありがとうございました。長年のフィギュアファンからのコメントはしみじみと嬉しいものがありますね。前を向いた羽生選手をこれからも応援していきましょう。いつも応援ありがとうございます。よいしょ。次はチリのエリザベス・パラシオスさんからのスペイン語のコメントです。ユヅルが世界国別対抗戦で最高の成績を収めることを願ってます。彼が世界に最高のバージョンを見せてくれることを願ってます。彼が喘息の発作を起こさないことを心から願ってます。世界選手権のフリー中に彼が倒れるのを見て心が痛んだのです。私はただ彼の演技が見たいだけなのです。彼が忘れられないパフォーマンスを発揮することを願ってます。メキシコからこんにちは。メキシコからはるばるコメントをありがとうございました。このコメントは最新の動画、世界国別対抗戦の動画にいただきました。ただ彼の演技が見たいだけ、そんな私たちの気持ちが最近の羽生選手のコメントから伝わっているようです。羽生選手は2021年4月6日こんなコメントをされています。世界選手権では完全にいい演技だったとは言えない中でも勇気をもらえました。希望の光でした、という言葉をもらって、たとえ結果が良くなかったとしても、いい演技だったと納得できる演技じゃなかったとしても、誰かのためになれてんのかなという感じがして、それを常に心の中に持ちながら演技したい。これって私たちの言葉がダイレクトに羽生選手に伝わっている証拠だって思います。本当に素敵な時代ですよね。私たちの思いが羽生選手に合わなくても伝えることができるなんて、 YouTube やっててよかったなって私は思いましたし、皆さんも思うよりコメントは羽生選手に伝わってると思ってくれていいと思います。はい、次に国別対抗戦の動画にいただいた対馬麻耶さんからのコメントです。あまりにも花は咲くが良くて余韻に浸っています。無事に国別を迎えられますように。花は咲く、良かったですよね。今までで一番心に染み入る花は咲くだったなぁなんていうふうに思いました。きっと私たちの心配の声を聞いて大丈夫だからって言ってくれてるようなエキシビジョンの演技でしたよね。それに国別で日本で羽生選手を見れることが本当に嬉しいですね。普通のシーズンだと海外の試合っていうことが多いですからね。国別は過去日本と福岡でしか開催されたことがない国内大会のようなイメージの大会ですが、れっきとした世界で名のつく ISU 公認の国際大会です。ですがお祭りのような大会ですので、リラックスして演技をしてくれるのではないかと思います。そして次は世界選手権フリー後のライブ配信へいただいた春うららさんからのコメントです。
昨日はライブ配信お疲れ様でした。羽生くんの体調の悪さの原因などだんだん分かってきて余計に違う意味で悲しくなってしまいました。こんなに大変な病気を抱えて今まで素晴らしいパフォーマンスを見せてくれていたなんて、ただただ感謝しかありません。本当にありがとう。ゆっくり休んでほしいです。春うららさん、ライブへの参加もしていただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。羽生選手は残念ながら体調が万全ではない中で世界選手権に挑むこととなりましたが、2015年頃試合の前にはよくお腹が痛くなるって言ってました。喘息ではなくても緊張の中で体調の変化は前からありつつ試合に臨んでたんだなって思いましたね。自分自身のために、私たちファンのために鍛錬しているんですよね。今ゆっくり体を休めてるといいですね。はい、次はタウエルさんからのコメントです。このコメントは羽生結弦入門の動画に英語でコメントをいただきました。羽生結弦についてもっともっと知りたいと思ってます。彼はとっても愛らしくて私にとってとても興味がある存在です。 YouTube が提供する自動翻訳機能は彼の言うことの微妙なニュアンスを伝えるには十分ではありません。また最近の動画でおすすめしてくれた羽生結弦の巨大ポスター4枚がとってもゴージャスでした。私はそれを購入してそのうちの一つを寝室の壁にかけました。タオエルさん、コメントありがとうございました。羽生結弦ポスター4枚組は本当に美しい仕上がりでしたよね。寝室に飾るの大正解です。本当にいい夢が見れそうですよね。余談ですが、私寝室にポスターまだ貼ってないんですが、最近2回ほど羽生選手の夢を見てお話しすることができました。ポスター貼ったら毎日羽生選手の夢見ちゃうかもって思ってます。はい、ということで次は同じく羽生結弦入門の動画にいただいたシナモンキャットさんからのコメントです。こんばん羽生、いよいよ来週ですね。 4A を入れてくるのかというところが注目されると思うけど、マスコミが騒いでも自分自身の判断で決めてほしいです。私はなんとなく今回は入れない気がしています。ほとんどコーチの指導のない中で練習しているみたいだし、今回は無理して入れなくてもいいのかなって思います。シナモンキャットさん、いつもコメントありがとうございます。世界選手権が終わって羽生選手のコメントからさらに 4A に注目が集まってきてますよね。シナモンキャットさんが言われた通り世界選手権 4A を入れてきませんでした。でも都築章一郎先生が先日のインタビューでおっしゃっていたように、羽生選手は世界選手権で 4A を入れようと思ってたんですね。急がなくてもいいと私も思いますが、試合が今後どれぐらい開催されるのか不透明な中で、オリンピックまで1年を切っているこの状況です。羽生選手はオリンピックに出場する可能性がある中で 4A を試合で試す数少ないビッグ大会だったと考えると、世界選手権で 4A を失敗してもやってみるには絶好の場所だったと言えるのでしょうね。次の大会で必ず 4A を入れると公言した羽生選手、これからは日本の光となる演技の中に 4A を入れてくれるのでしょうね。楽しみです。皆様と一緒に来シーズンも一緒に応援していけたらなっていうふうに思ってます。次はレッドミンエンターテインユーのポテンシャルの動画にアナ・アールさんからいただいたコメントです。非常に興味深い動画をありがとうございます。ユズルの新しいコスチュームについてコメントがなかったことを少し残念に思います。フィギエモンさんはユズルの新衣装好きですか？全日本後の新プログラムについて解説する動画でしたが、羽生選手の衣装を楽しみにしている方が本当に多いんだなって思いましたね。後からコスチュームの動画、新プログラム、天と地と衣装の隠された秘密とはを作るモチベーションにもなったコメントです。本当にありがとうございます。
羽生選手は自分が着たい衣装というよりは羽生結弦らしい衣装というものにこだわっている気がします。自分らしくいれる衣装、それをデザイナーの感性で作り上げているので毎回素敵なコスチュームなんですよね。来シーズンは同じプログラムだとしても衣装は変えてくるのではないかと思います。それも楽しみにしていきたいですね。おっしゃ、はい。そして次は同じ動画にコメントいただいた 354E1 さんからのコメントです。羽生結弦選手は現役でありながらフィギュア界のレジェンドです。ネイサン・チェン同行ではなく、これからは羽生結弦さんが思う理想の滑りをしてもらいたいです。そして公式戦で初めて4回転半ジャンプを成功させる世界の宝、レジェンド、フィギュアスケート界の王であるお茶目な彼には、もう勝ち負けの領域を超えたところの自分との戦いをしている気がします。現役を続けて自分に挑戦していく、もうそれだけで十分です。コメントありがとうございました。 354E1 さんのおっしゃる通りですね。ネイサン・チェンはいてくれた方がフィギュアスケートが面白くなるけど、勝ち負けを超えたところを目指している羽生選手です。私たちも勝ち負け目線であんまり見てない方が多いんじゃないかなって思いますね。それでもトップを狙っていく姿が羽生結弦っていう感じがします。 4A をあれだけ口に出しているんだから、最初に決めるのは羽生選手しかいないですよね。人々の心に残るのはいつでも羽生選手の演技って決まってますから、得点云々じゃないけど、それでも不公平なのは見ていて気持ちいいものじゃないですね。なので 4A の基礎点を上げるルール改正をしてほしいものです。次は音と戯れる究極の曲、天と地との秘密にいただいたにて非なるものさんからのコメントです。アスリートにしてアスリートやね、もう既存の曲をアレンジするならいっそ羽生結弦の曲を作っちゃおうよって思う。にて非なるものさん、コメントありがとうございました。私もねそう思います。ここまでこだわって音に対して忠実なフィギュアスケートをやってる選手は他に一人もいないんじゃないかなって思います。でも自分で作るのはちょっと難しいのかもしれません。いやー、これもうちょっと極めたいわ。羽生選手そんなこと言ってたらスケートの方ができなくなっちゃうから。大好きなので。作曲家の誰かが羽生結弦競争曲とか急いで作ってくれないかななんて思うんですが、誰かいませんかね。ちょっと彼を見て創作意欲が湧く作曲家が必ずいる気がするんですが、オファーしてみますか。してる、はい。そして最後にご紹介するのが2021年世界選手権を楽しみに特大ポスター開封動画にカレン・アージェリーさんからいただいたスペイン語のコメントです。たくさんの動画をいつもありがとう。動画は非常に有益です。ありがとう。私は個人的な提案をしたいです。ただの提案ですのでやむを得ずはやらされたくないです。春よ来いはゆずにとってとっても特別な曲です。彼はいつもその歌は彼にとって特別な意味を持っていると言っていました。日本語がわからないのでその曲に2つのバージョンがあります。日本語版と英語版。しかし2つのバージョンは非常に似てますが、日本語でその曲の意味を知りたいです。だから私の最も望ましい提案は、いつかその歌を日本語からスペイン語に翻訳していただけないでしょうか。日本語からスペイン語へ Google 翻訳は何度も正しく翻訳されません。それは単なる提案です。このコメントをねいただいた時、海外の方にとって春よ来いの存在がどのようなものかが分かりにくいんだっていうことに初めて気づきました。言われないと分からないものですね。そこで改めて春よ来いの歌詞を読んでみると、日本語でもかなり難しいことに気づきました。淡き光立つにわか雨、愛し面影の沈丁下、溢るる涙のつぼみから、一つ一つ
香り始める。それは、それは、空を越えて、やがて、やがて、迎えに来る。春よ、冬季春よ、まぶた閉じればそこに、愛をくれし君の懐かしき声がする。まあ、こんな言葉ね、普通に日本語であんまり使わないって表現ですよね。これを海外の方が羽生選手の演技の意味を知りたくて私に翻訳をお願いしてきたわけです。まあ、なんとなくね、意味がわかっている私たち日本人の感覚なんですが、やっぱりね、海外の方からするとわかりにくいんだって改めて知ることができました。そしてこの翻訳をね、後からコメントをさせていただきました。で、それに対してのコメントをいただいたのでご紹介します。ありがとう、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 そしてありがとう。本当に感謝してます。その歌が出た時、ゆずは彼のお母さんが彼を妊娠していたと言います。理解したいことがたくさんあります。字幕をつけるチャンネルはいくつかありますが、ほとんどは英語の字幕しかつけていません。私は英語に疎いので、私はすべてを翻訳しなければなりません。また、完全ではないものや非常に長いものもあります。全日本でゆずは少し感情的に影響を受けました。そしていくつかのインタビューは英語の字幕しかありません。だからなぜこんな感じだったのか正確にはわかりませんでした。ありがとうございました。本当に感謝してます。ご挨拶まで。羽生選手の心を知りたい世界中のファンがいるんだと深く理解したコメントでした。私がこのチャンネルをやっている理由をここで少しお話しします。私はインターネットのない時代、新体操が本当に大好きで、その選手の情報を得るためにあらゆることをしてきました。海外に友達を作ったり、日本でも同じ趣味の友達を作ったりしました。旧ソ連、ブルガリア、そして日本の情報を知ろうとしますが、時代が時代なのでなかなか情報が手に入りません。その数少ない情報を手に入れるために大会に行ったり、いろんな人の情報を取りに行ったり、それはそれは、まあ、とっても楽しい体験ではありましたが、情報を手に入れたいって渇望しながら試合を見てたんですね。そして今、羽生結弦というね、私が大好きな選手の多くの情報を日本語で与えられています。その情報を世界の情報に飢えている人に広めたいなっていうのが、このチャンネルをしている一つの理由なんです。おそらく羽生選手のことを知りたいと思っている人は驚くほど日本から遠い場所にいると思います。そんな人へこのチャンネルの情報が届いてくれたらいいなと思って日々動画を作っています。他にもこのチャンネルをやってる理由がありますが、まあそれはおいおいで。ということで今日はこの辺で。次の動画では曲に関する動画を作ろうと考えてます。お楽しみにしていてくださいね。また国別対抗戦の後、日時はちょっとまだ未定なんですが、ライブ配信をしようと考えています。詳細が決まりましたらお知らせしますので、そちらもお楽しみにしていてくださいね。では今日はありがとうのプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。ヒゲモンでした。さようなら。